怖いんだ。記憶が戻るまでそう時間はかからねえ。記憶が全て戻ればエリザベスは3日で死ぬ。俺たち2人の運命だ。もう黙ってる必要もなくなった。お前らに全てを話す。俺の3000年の旅の目的を。から3000年前、戦線の最中、俺とエリザベスは犯した罪から奴らに罰を受けた。人族でありながら女神族の手を取り、さらに同胞を裏切り殺した罪と結ばれ、敵をも救った罪。罰？二人の神、魔人族を滑る者魔人王と、女神族を束ねる者最高神。奴らの圧倒的な力の前になすすべもなく、俺は目覚めた。傷ついた体はすっかり元通りになっていた。エリザベスは傍らで死んでいた。気を失っている間に聖戦は終わっていた。そして俺は少しも年を取ることがなくなっていた。あてもなく一人聖戦の爪痕残るブリタニアをさまよい歩く中、俺たちは再び出会った。で、本能でそう感じた。そう感じたのは、俺だけだった。蛮族に生まれたエリザベスはすぐに俺に打ち解け、好意を寄せてくれるようになっていた。ある日、エリザベスの右目に変化が起き、同時に力に目覚めた。前世の姿や声、名前までもがそのまま転生するなんて、今にして思えばおかしな話だが、俺はただ喜び、やがて左目にも文様が浮かび上がると。よく聞いて、私たちは呪いを受けたのよ。呪い？何があっても、たとえ私がまた死んでも、いつかこの呪いを解く。何言ってんの？使って！3日後、エリザベスは俺の目の前で死んだ。あなたの父と私の母が私たちにかけた呪い、永遠の生と永劫の輪廻。万が一前世に全ての記憶を思い出してしまったら、何があろうと、何に守られていようと、必ず3日で死ぬ。それから3000年、107人のエリザベスと出会い過ごしてきた。あるエリザベスは、どうした、エリザベス？やっぱり呪いは解けていないのね。俺の目の前で、あなたは不思議な人ね、リオダス。私が死んだら私のことは忘れて、一生記憶を取り戻すことなく目の前で静かに息を引き取った。16年前のダナフォールでの出来事、俺は呪いを解くための方法をマーリンの助けを借り、暗闇の棺、女神族が多種族の力を借りて魔人族を封印した再起だ。実家よ、何のために？ゼルドリスだ。奴は魔人王の力を借り受けている。
ならばお前たちにかけられている呪いを解くことができるやもしれん。ゼルドリスは俺を心底憎んでいるはずだ。女神族の封印を解くためには女神族の血が必要だった。フラウドリンはダナフォールの人間全員の命を代償に実戒復活の儀式を試みた。これだけの人間どもの血を捧げても儀式が完成しないとは。メリオダス！メリオダス、どこだよ。返事をしてくれ。魔界の正気をものともしない人間とは驚いたな。神族のエリザベスにうり二つではないか。化け物め、よくもダナポールの人々は。泣くな、また会える。またお前を救えなかった。ごめんな、エリザベス。俺はもういつまで耐えられるかわからねえ。これまで106人のエリザベスの最期を見取ってきた。エリザベスは俺を苦しみから解放させるために呪いを解くよう約束させたんだ。